ちょっと男の子的な。かっこいい子というのは誰なんだろう、そのさ、うん、あの、この夜景より君の顔が綺麗だよ。空。言わない、言いそう、言わない、絶対言いそうだね。言いそう、言いそう。どんだけ私キーさんだよ。お前の瞳の方が、瞳の方が綺麗だよ、みたいな。乾杯。お前の瞳の乾杯。絶対、絶対言うんだけど。言わないわ。でも、カーネもそういうこと言いそうじゃない？まあ、どっちもイケメンキャラだしね。言いそうだけど、うん、言った後に照れそう。顔ね。ああ、すっごい照れそう。わかる。ドヤ顔してから照れそうだよね。あはって言いそう。さあ、時間が来ました。この質問の答えは、まあ、MC である、まひろ、私が、うん、独断で決めていいそうです。お大丈夫か？なので、決めました。はい。はい。フィアリーズの中で、一番ロマンチストな人は、ソラです。今夜メールを送ってくれたグラッチェ伊藤さんにはフィアリーズの愛のカードをプレゼントします。それでは行きましょう。東京エレクトロンプレゼンツ、東京エレクトロンプレゼンツ、フライデーナイトイングリッシュ、フィアリーズのフライトゥーザワールド。改めましてこんばんは、フィアリーズの林田真宏です。野本空です。下村美希です。さて、この番組では私たちフェアリーズが世界へ羽ばたいていくため、あなたと一緒に英語と海外の音楽を一から勉強していきます。あと10日でクリスマスですね、はい、おお早いね。そうだよね。なるほど。はい、去年何もらった、みんな、うん、サンタさん、サンタさんですね。去年来てない。なんで。うん、多分、いや、あのね、地元にね、うん、あの、いた時は来てたな、うん、サンタさん。おけど、うん、こうさ、東京に出てきてからさ、この、うん、みんなで寮に住むようになってからさ、うん、なんかね、東京がね、こう、たくさん人がいるからだろうね。サンタさん忙しいんだね。そうそう、忙しくてさ、多分ね、見つけきらなかったんだと思う。あ、迷ったんだね。そう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 。サンタさん、県に一人いるの？県、待って、待って、違うの、違うの。あのね、わかる、あの、サンタさんは、一人、夢を持って。ユキさんは世界に一人、世界に一人で、あの、寒い国にいるわけ、うん、基本的に、うん、だけど、うん、あの、日本とかにもいろんな国を飛び回ってて忙しいプラス東京は人がたくさんいるから見つけきらなかったの。おさすがロマンチスト。ちょっと待って待って、さすがだね。さすがなのこれ。あ、こういう流れでぶっ込まれてくるわけだね、ロマンチストっていうのは。ミキミキは何もらったの？私ね、なんかもらった気がするんだけど覚えてない。え、サンタさん何？サンタさんかわいそう。でもでもなんだっけ、でも去年は覚えてないんだけど、うん、一昨年、うん、とかはサンタさん来なかった、うん、え、なんでみんな来てないの？だからさ、ほら、ミキミキ東京住まいだから、うん、そうなんだよ。あ、忙しいのか、ちょっと忙しかったパターン。その12月24日は、うん、去年のね、うん、東京にいたんだけど、うん、地元に届いてたよ。おー、地元に、そう。何それ、すごい、いいですよ。何それ、自分の机の上に置いてあったのって。何が置いてあったの？あの、ね、3DS の赤。おー、いいね。やった。さて、今週はフェアリーズからのクリスマスプレゼントが当たるキーワードクイズもあるので最後まで絶対に聞いてくださいね、うん、はい。じゃあ今夜も始めるよ。 OK、 Here we go。 東京エレクトロンプレゼンツ、東京エレクトロンプレゼンツ、フライデーナイトイングリッシュ、フェアリーズのフライトゥーザワールド。東京エレクトロンプレゼンツ、フライデーナイトイングリッシュ、フェアリーズのフライトゥーザワールド。この時間は世界を舞台に夢のある未来社会に貢献する東京エレクトロンがお送りします。私の会社、東京エレクトロンって言います。何をしている会社かというと、半導体や液晶パネルを作る機械を開発・製造している会社なんです。だから皆さんが普段手にしたり見たりするものを直接作っているわけではありませんよ。でも最近話題のスマートフォンや液晶テレビ、ソーラーパネルなど最先端の電子機器には東京エレクトロンの技術が活躍しているんです。しかも日本だけじゃなくて世界中でですよ。すごいでしょ。エレクトロニクスの未来を担う東京エレクトロン。世界で認められた東京エレクトロンの半導体製造装置、そして液晶パネルや太陽電池の製造装置、
日本のものづくりの DNA を受け継いできたその先端技術は IT 時代を支え続けている。エレクトロニクスの未来を担う東京エレクトロン。世界一面白いかも。のフライトゥーザワールド。さあ今夜も英語を勉強していきます。毎回優秀な生徒には番組から1ポイント、そのポイント数が10ポイント貯まった人には豪華プレゼントがあります。接戦だね、はい、今接戦ですね、うん、まあ、まあまあ広が7ポイント、ね、はい7ポイントね。そしてみきみきが今8ポイント、はい8で、私空が、はい、9ポイント、はい、リーチでーす。リーチいただきました。優しいします。絶対取らないで、刺します、刺します、刺します。無理です。まあ、リカ子に抜かされたよね。ちょっとそれ言わないで。今最近の心の傷なんだから、ちょっと言わないで。あ、ほんと？うん。まあね。はい。接戦だけど、はい、今夜も張り切って勉強しましょう。はい。はい。そして、今夜も英語の先生が来てくれてます。こんばんは、グローバーです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今夜のレッスンに参りましょう。今夜のレッスンは、ディアサンタ、サンタさんへの手紙です。おお、あ、去年もやりましたね。はい、やりましたかもしれない。あれからもう1年が経って今年のクリスマス、嘘、早いですよ。今年は今年のみんないろんなことあったと思います。それをサンタさん見てたとは思いますけども、はいはいはい、やっぱりサンタさんに手紙を書いてですね、はいはい、例えばイギリスですと、はい、今年自分が頑張ったこと、これをアピールするんですね。これ今年1年頑張ったからサンタさん、これこれ欲しいです、プレゼントをそれでおねだりするという習慣があるので、はい、今夜はみんなも頑張ったことを自分でサンタさんにアピールする手紙を書いて、プレゼントも英語でねだってみましょう。はい、じゃあ早速手紙の朗読を、皆さん書いてきた手紙お願いします。読んでください。はい、じゃあまずは空から。はい、空からサンタさんへの手紙です。はい、いきます。 Dear SantaThis year I tried preparing the school festival very hard. I want 10 points! おー、かっこいい。気持ちが届いた。すごいな。届いたんじゃないかな、これ。届いたでしょ、これは。はい。結構気持ち入れましたよ。英語もね、とってもちょっと難しいワードも入ってましたけども。はい。preparing the school festival、はい。学校のお祭り、文化祭の preparing、準備を、はい、とっても一緒に頑張った。頑張りました。はい。はい。まあ、学校の友達と一緒に、まあ、文化祭をいいものにしようと、頑張った、まあ、準備を頑張ったんですけど、はい。うん、まあ、その頑張りをぜひサンタさんに認めてもらって、はい、欲しいもの、うん、今回10ポイントが欲しいです、はい、そこに入れたか、はい、なるほどもうまさに今の私にぴったりだなという、まあ、ね、心がこもってましたね、いい手紙でした。はい、はい、じゃあ続いてミキ。はい、ミキからサンタさんへの手紙です。はい。 Dear SantaThis year I tried conditioning very hard. I want alarm clock. なるほど、またいい手紙、はい、やっぱみんな英語が本当に上手になりましたね。あ、よかった、成長したね、成長したね。頑張ったこと、ね、I tried conditioning very hard. コンディショニング、はい、もう日本語にもなってますけども、うん、体の調整とか、はい、プロ意識ですかね。健康に気をつけて、健康に気をつけて、うん、あの納豆とか、うん、その大豆製品みたいなのをよく食べるようにしたのと、うん、あと野菜を摂るようにしたので、そこが健康に気をつけて頑張ったかなと思って書きました。なるほど、はい、欲しいものアラームクロック、目覚まし時計なんですけどあ、私が、あの、私の目覚まし時計と同じやつプレゼントしてあげよう。いや、ちょっとあれはベル、ベルっていうか、まあ、うるさいよね、まあ、サイレンみたいな音がするんですけど、そうそうそう、あれほどはちょっと困るんだけどだってさ、他の部屋まで届く、よく考えてみようよ、うん、2つでいっぺんになってたらもう他の人までさ巻き添えっていう、まあまあそうだよねうん、なんかね、うん、朝起きれないから最近、うん、そうね、そうだから空ほどではないけど、まあ
程よい音が鳴る。程よい。なんだそのメソッド。起きなくなっちゃう。起きれるやつがいいなとか思ってます。なるほど。はい。はい、よかったと思います。最後に私、まひろからサンタさんへの手紙です。はい。I try to saving very hard. I want a lucky box. うん、saving。節約をとっても頑張った。はい。なんか節約。はい、なんかテレビとかずっと消しっぱなしにしたりとか、うん、エコエコ消しっぱなし節電節電したんですね、ちゃんと消す消す、はい、節電ですね、それを頑張ったっていう。なるほど、うん、そして欲しいものがラッキーボックスと言ってました。これ日本語にすると福袋って感じですかね、はい、福袋が福袋ってラッキーボックスになるんですね。すごいよね、うん、なんかラッキーボックスってなんかびっくり箱みたいな感じ、そうだね、かわいい感じ。そう、でもそのプレゼントの指定ちょっとずるいよね、いろ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 くれっていう。あ、そっか、一つの中にたくさんいろんなものが入ってるわけだよ。いいアイディアだね。何その意味、怖くはない意味を浮かべてる。福袋なんかあの服の福袋が欲しいんだけど、うん、あ、去年なんか買おうとしてて、うん、そしたらお父さんに、うん、なんかそんなん普通に買った方がなんかいいと思うから自分でちゃんと選べるから買わなくていいって言われて、うんうん、残念だね、去年買えなかったから今年買いたいなって思って、うん、なるほど、もらいたいなみたいな。選ぶんじゃなくて何が出てくるか分かんない、あの楽しさがいいんだ。なるほど、子供はい、はい、さて今夜はサンタさんへ手紙を書きました。はい、最後に先生、今夜一番優秀だった生徒を発表してください。はい、今夜は先生迷わなかったです。ソラちゃんになります。ということでソラちゃん10ポイントおめでとう。やったー、来た、すごい、来た、来た。このボックスをソラちゃん開けてみてください。オープン、オープン、おうわー、ソラのもと入ってるよ、え、名前。10ポイントメダルを差し上げます。ありがとうございます。いいよ、すごい、これクリスタル製に名前が入った特製10ポイントメダルです。食べたい、食べたい、食べたい、食べれない、いいな、10ポイントアワードって書いてます。10ポイントアワード、すごい、ソラさん、すごい、ようやく手にした10ポイントメダル、感想はいかがですか。いや、嬉しいです、この輝きがもう本当に私の心を潤してくれます。あ、ロマンチスト、ロマンチストのことです。ありがとうございます。はい、ということで今夜の優秀生徒はソラでした。ありがとうございます、嬉しい。そして先生、今夜もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲聴いてください。フェアリーズでホワイトエンジェル。白い出したのはフェアリーズでホワイトエンジェルでした。フライデーナイトイングリッシュ、フェアリーズのフライトゥーザワールド。あのさ、東京エレクトロンって知ってる？もちろん知ってるさ。あら、本当は知らないんでしょ。半導体や液晶パネルを作る機械を開発製造している会社だろ。あー、ずるい、スマホで検索したでしょ。最先端の技術は使ってなんぼや。そうです、最近話題のスマートフォンや液晶テレビ、ソーラーパネルなど最先端の電子機器には東京エレクトロンの技術がたくさん活躍しているんです。ほら、あなたが今使っているパソコンや携帯にもね。エレクトロニクスの未来を担う東京エレクトロン。サッカー愛、気になるあの人気選手をインタビュー、対談、オフショットなどで徹底解剖。読者による人気投票、サイン入りグッズプレゼント、特別付録なども盛りだくさん。 J リーガー大好き、サッカー観戦大好き、サッカー愛、マガジンマガジンから。
京エレクトロンプレゼンツフライデーナイトイングリッシュフェアリーズのフライトゥーザワールド。この時間は世界を舞台に夢のある未来社会に貢献する東京エレクトロンがお送りしました。フェアリーズのフライトゥーザワールド、そろそろお別れの時間です。ロマンチスト野本さんが10ポイントを取りましたね、はい、10ポイントもらいました、うん、まあサンタさんにねこう願いが届いたということで、うん、今年最高のプレゼントです。ホワイトエンジェルに向けた、ホワイトエンジェル来ました。来ました来ました。さすがロマンチストの元ね。自分で歌ったよ本当に、ね、ここでお待たせしました。フェアリーズからのクリスマスプレゼントが当たるキーワードクイズです。はい、今回のプレゼントはですね、はい、お、なんだなんだ、私たちのサイン入りホワイトエンジェルのフォトアルバムを抽選で5名の方に差し上げます。イエーイ、イエーイ、素晴らしい、豪華ですね、豪華ですね、すごい、サイン入りですからね、まあ特別ですよね、そんな、うん、すごい、5名の方、5名のこと、ね、待っててください、どなたがあるか分かんないけど、ね、本当に、うん、では気になるキーワードの発表です。はい、じゃあここは私空が発表したいと思います、まあね、なんだろう、まあ薄々ねちょっとなんとなく分かってる人もいるかなとは思うんですけど、あ、まあそうですね、ちょっとここは発表したいと思います、はい、キーワードは空はロマンチスト。エコーかかってる。もう一回じゃ、もう一回じゃ、もう一回いきますね。空はロマンチスト。おー、すごいね、はい、皆さん分かりましたね、はい、今のキーワードを書いてこちらまでどんどんメッセージを送ってください。はい、メールアドレスはフェアリーズアットマークオールナイトニッポンドットコム、フェアリーズアットマークオールナイトニッポンドットコムです。たくさんのメッセージ待ってます。さて来週のメンバーは MC はミキ、はい、ももか、川根の3人です。まあミキ、はい、頑張ってね、頑張ります、嬉しいね、はい、頑張ります、はい、それでは今週はこの辺でお別れです。お相手はフェアリーズの林田真宏と野本空と下村美希でした。では See you next Friday、 バイバイ。興奮、感動、そして謎、この冬公開の新作映画ワンピースフィルム Z のプロローグ、小田栄一郎書き下ろしのストーリー、グロリアスアイランドは人々をノッ TV へ駆り立てた。みんな、グロリアスアイランドに集まれ。人々はグロリアスアイランドを目指しスマホを握る。世はまさに大ノッ TV 時代。スペシャルアニメグロリアスアイランドが見られるのはノッ TV だけ。そしてこの冬、ノッ TV 対応機種がドコモから続々登場。ワンピーススマホをはじめ全17機種。詳しくはグロリアスアイランドで検索。AKB48 のオールナイトニッポン。スペシャルウィークは私たちが登場。大島優子です。篠田麻里子です。渡辺真由です。島崎遥香です。さらにあの人も。